防空監視省は、大日本帝国陸軍の敵機を遠く発見し、これを防衛司令官に報告する監視省である。小倉陸軍造兵省で使われていた防空監視省機関砲を装備していた。防空監視の任務は、敵機の飛来にあたり、いち早くこれを提示発見し、 防空飛行隊及び降車砲隊その他の戦闘準備を速やかに完成させ、当該都市の住民に、投下完成、消防、消毒、避難その他の防護準備をさせるため、都市外閣において、対空監視を行うことである。防空監視省は、防護するべき都市を中心に、外線に向かって、重複層重ねて配置されるのが常であるが、第一線少々、 都市からどれほどの距離の地点に置かれるかは、飛行機の空中戦闘及び等火管制の2つの面から決定される。飛行隊の空中戦闘、すなわち防空飛行隊が命令一課、直ちに出動し、敵機を撃退させるには、まず飛行場の後端は、都心から約 30km 前方に進出させる必要があり、戦闘地帯の重心は、 両軍の飛行機及び小空島の性能その他によって異なるが 20km あれば良いとされ、すなわち飛行隊戦闘地帯の前端は都市から約 50km の線にあることになる。今仮に監視省が敵機を発見し、情報を伝達するのに要する時間が5分間であるとし、飛行準備に要する時間を3分間であるとし、戦闘機が 所要高度に上昇するのに要する時間が7分間であるとすれば、敵機の発見から戦闘準備の完了までにおよそ15分間を要し、この時間で敵機はおよそ 50km 接近するから敵機が戦闘地帯の全体に達するまでに飛行機が準備を完了して敵機を迎撃するためには、監視省の位置は都市から少なくとも、 約 100km の線に設定されなければならないとされた。透過日完が基準とされる場合、まず遠隔の地点から敵機に対して用地を取得する必要がある。このために用地の外周約 100km の点に敵機が到達したとき、用地であるところの都市は透過日完が実施されていなければならない。今仮に情報が伝達されてから警報が伝達され、 10日完成が実施されるのに要する時間が約10分間であるとするならば適期はこの間に約 30km 接近するから、監視省の第一線は少なくとも用地から距離 130km の地点に設定されなければならない。この2条件を考慮して、通常監視省の第一線は少なくとも用地から距離 150km とするのが適当とされる。 監視召喚の距離間隔は、主として超速可能距離を基準として決定される。すなわち一小所において超速シュール水平距離の2倍が、小所間距離間隔の基礎となり、通常 8km ないし 15km 都市、第一線付近においては、最小限度の 8km を採用し、後方になるに従って大きくする。その重心は、都市からの距離は、 ある程度にとどめ、都市に最接近する地帯は、都市内では、対空射撃部隊その他の防護団において、直接監視省を設けるのが常である。防空監視省の設置の重心は、最小限2000で足りるが、実際は重要でない方面においてにないし3線を、重複配置し、重要な方面において数千設置する。 ただしこれらの防空艦師匠は直接防衛司令部に隷属せず、通常は防空艦師体本部においてその方面の少々、統括する。防空艦師匠に含務するために、防空艦師体が組織された。在京軍人、消防区民、青年団員、青年学校生とその他で編成され、これに、将校、歌手艦及び、 通信兵その他が指揮あるいは補助員として加わることになった。ありがとうございます。